アダムズイコールオニス条約、アダムズイコールオニス条約、アダムズイコールオニス条約、アダムズ。ニッツトリーティは、1819年に署名されたアメリカ合衆国とスペイン2国間の条約で、それまでスペイン領であったフロリダ地域の米への割譲と、現在のテキサス州東部の米国とスペイン領の国境線の確定が主たる内容である。大陸横断条約、 フロリダ購入、フロリダ条約などとも呼ばれる。この条約により、かねてからの米政官における国境紛争は解決を見たが、総合的には米国外交の勝利だと考えられている。この条約締結交渉は、北米大陸において、スペインが国境を接する米国、及び依然として、米国独立の余波にある英国とまの緊張が高まっており、また、 ラテンアメリカのあちこちでは独立戦争が没しているという時期に行われた。フロリダに関してスペインはもはや植民者や軍隊を送り込むといった領土維持政策を行うことができない状態であり、むしろ重荷となっていた。このためスペイン政府はこの条約締結の機会にフロリダを手放し、その代わりにスペイン領を手はず現在のテキサス州付近のサビーン川沿いの 境界紛争を解決できれよいと考えた。この条約により米国はフロリダのスペイン領土内でスペイン政府から土地の払い下げを受けて居住している米国国籍を持つ人々への権利保障として最大500万ドルを支払い、またルイジアナ購入により米国に帰属すると訴え続けてきたスペイン領鉄ステキサスのサビーン川西岸地域での領土主張を 取り下げた代わりに、メキシコ湾岸からロッキー山脈を越えて太平洋岸に達する長大な国境線を確定させることができた。条約は、ジェームズ・モンロー米国大統領下の国務長官、ジョン・クインシー・アダムズとスペイン国王フェルナンド七世下の外務大臣、ルイス・デ・オニスによって交渉が行われた。スペインは長い間米国からのフロリダ購入の 申し入れを拒否し続けてきたが、1818 18年になり、フロリダを割上することが得策だと考えられるような状況となっていた。スペインは半島戦争で疲弊状態となっており、植民地でのプレゼンスと信用を再構築する必要にも迫られていた。中南米の革命家たちは独立を主張するようになっていた。米国からの移民者が多数を占めるフロリダに関して、 スペインには、さらなる投資を行う意思はなく、むしろ、スペイン領、現在のメキシコ、中米その他を含む広大な地域と米国の国境線の心配が先に行った。スペインの弱体な軍隊では、周期的に越境して、米国領に侵入し、村や農場を襲撃する、セミノールインディアンを抑止することもできない状態だった。1819年時点で、スペインは、 アメリカ大陸における領土を失いつつあり、西部にも反乱の噂があったため、交渉に席につかざるを得ない状況となっていた。ジョージア州内の逃亡国人奴隷、アウトロー、インディアンなどを相手に戦った第一次、セミノール戦争で、米国のアンドリュー・ジャクソン将軍は敵を追って、当時スペイン領であったフロリダに軍した。さらにジャクソンは、米国領へのセミノール・インディアンによる越境襲撃に、 フロリダ自体が手を貸していると考えられる根拠があるとして、ネグロトリデをはじめとするスペインのトリデを攻撃して、接取した。東、フロリダを本拠とするセミノールインディアンが、ジョージアの開拓者らを襲撃することを止めさせることと、逃亡奴隷の避難場所を提供することを理由として、米国陸軍は、頻繁に、スペイン領内に侵攻するようになった。 アンドリュー・ジャクソンが指揮を取り戦った第一次、セミノール戦争と呼ばれる一連の戦闘もその一環であり、これによりアメリカ合衆国は東、フロリダを制圧下に置くことに成功していた。国務長官であるジョン・クイン・シー・アダムズは、フロリダはもはや見捨てられて、合衆国のあらゆる敵から占領される危機に瀕した状態にあるので、我々がコントロールする必要があると述べた。 スペインは英国に仲介を依頼したが断られた。当時の大統領であるジェームズ・モンローの閣僚の何人かはフロリダに勝手に侵攻したジャクソンの即時更迭を主張したがアダムズはジャクソンの成功が米国の外交にとっては好ましいもの出ることが分かっていた。交渉は容易に進んだ。年のルジアナ購入に際しての米政官の国境については 両国共に合意をしていなかった。スペインはミシシッピ側の西岸及びニューオーリンズ市はスペイン領であると考えていた。米国は当初購入した土地はロッキー山脈の領線に達するものであると主張した。その後サビン側を国境としても良いと譲歩したが、スペインはあくまでアロヨー温度、カルカ州側が境であるとして譲らなかった。 この二つの河川に挟まれた地域はルイジアナ中立地と呼ばれた。条約は1819年2月22日、ワシントンでアダムズとオニスにより署名された。批准は、米国が南米において勃発している革命に対して外交的に助力してくれることを長引かせることを目的として、スインが批准せず2年遅れた。米国上院は条約署名直後に、 全会一致で批准していたが、スペインが時間稼ぎを行ったので、改めてもう一度批准をする必要があり、この時は反対者が出た。ヘンリー・クレイをはじめとする西部のスポークスマンらは、スペインに対してテキサスも諦めさせるべきであると主張したが上院で否決された。1821年の2月19日に2度目の批准が可決され、 その3日後の2月22日に批准書が交換され、正式に条約が交付された。署名から2年経過していた。東フロリダの城と西フロリダの内米国が占領し、紛争となっている部分の放棄、スペイン領メキシコとの境界線の確定による、テキサスがメキシコ領であることの明確化により、ルイジアナ購入の際に不明領のままにされた国境の確定により、 米国の傍聴政策の初期段階は終わった。米国はスペインからのフロリダ活動に対しては金銭の支払いをしていないが、当該地に居住する米国人によるスペイン政府に対する法的金銭要求を肩代わりする名目で最大500万ドルの支払いを行くことを約束した。1795年に米政官で結ばれたピンクニー条約は効力があり、 スペイン産の物品をフロリダ港を通じて輸入する際には特定的関税措置を受けることができた。スペイン領、フロリダ、1763年から1783年まで、営業西フロリダ及び東フロリダは、米国のものとなった。米国は、テキサスのサビーン川西セガー及びその他のスペイン領に対する領土主張を放棄した。 この条約は大まかには、米国がフロリダとルイジアナを得て、それ以西のテキサスからカリフォルニア領土をスペインが得たと言えるが、実際には詳細な国境線が確定された。新しい国境線は、メキシコ湾からサビーン川、サビーン川と北緯32度線の交差点からは、レッド川に達するまで直線で巻き谷、そこからはレッド川が、 成形百度線との交差点まで国境線となる。ここから成形百度線を直線で北上、アーカンソー側と交差する点からは、アーカンソー側自体がその水源地まで国境で、そこからマキタニ北四十二度線にぶつかる点までは、直線、さらにこの四十二度線を真西に直進し太平洋に至るものであった。条約締結時には、アーカンソー側の水源は、 北緯42度線付近であろうと考えられていたが、実際には誰も知らなかった。1840年代になって、ジョンシー・フレモントが水源地を北緯42度線より数百マイル南側だと特定したため、この水源地から真北に直線で結ぶ線を国境落とした。このためこの国境線は、非公式には海岸上境界線と呼ばれる。 オレゴンカントリーに対するスペインの領土主張は1493年に強行直所で北アメリカの西海岸を植民地とする権利がスペインに与えられたこと及び1513年に探検家バスコ・ヌーニエス・デ・バルボアがサウスシー、南の海、太平洋の湯を発見しそれに接続する土地についてスペインが領有宣言をしたことの二つが根拠となっていた この250年以上にわたって続く領土主張を補強するため18世紀後半になりスペインは現在のカナダブリティシュコロンビア州に軍隊の中東所と公益所を設けさらにアラスカでも主権行為を行っていたこのおかげでアダムズイコールオニス条約により米国はスペインから北位42度線以北のオレゴンカントリーを取得した米国にとってこの条約 および1818 18年に英国と結んだオレゴンカントリーの共同統治の合意は領土がミシシッピから太平洋にかけて広がったことを意味した。スペインから見ればテキサスを維持できたこととカリフォルニアとニューメキシコの植民地が米国領土との干渉地帯となることを意味した。歴史家はこの条約について米国が太平洋を経由して東洋諸国との交易を開始するというアダムズの 展望を現実のものとしたことは、米国にとって大きな収穫だと考えている。米国政府は1821年から1824年の間、委員会を設置して、米国人によるスペイン政府への権利要求の調査、処理を行った。委員会設置前から、ダニエル・ウェブスター、ウィリアム・ワートを含む多数の有名な法律家が代理請求を行った。 期間中、委員会は1859件の訴えを処理し、720件以上の略奪事案を特定した。500万ドルは概ね公平に分配された。この条約によって、スペイン、1821年以降は、メキシコとの間の緊張が緩和され、これにより、議会では、陸軍の予算削減が実施された。陸軍長官、ジョン・カルフーンによって提出された陸軍の、 近代化予算要求は否決された。テキサスとオクラホマの部分の国境線が19世紀まで不正確のままになったが、両国とも概ね条約を遵守した。1848年、メキシコとのグアダルペイダルゴ条約により米国はその領土をさらに拡大せた。条約の批准はスペインが1820年、米国は1821年。 この間スペインとメキシコの間で独立戦争が改戦されたに行われた。スペインは1821年8月24日のコルドバ条約において最終的にメキシコの立を認めた。メキシコはアダムズイコールオニス条約においては当事者ではないが1831年に米国間の1828年リミッツ条約によりこの国境線を追認した。 1830年代中頃、米国はメキシコが自国に有利になるようにサビーン川とネチェズ川を地図上で入れ替えて国境線を動かしたと証明した。この結果、テキサスの東側国境線は1836年のテキサス共和国成立まで不確定状態のままとなった。米国戦争の講和条約であるグアダルーペイダルゴ条約で決着がつくまで続いた。 グアダルーペイダルゴ条約でメキシコはアルタカリフォルニアと今米国南西部と呼ばれている領土1854年ガズデン購入による領土を除くを割上することになった。もう一つの境界線問題はテキサスが米国の一州となった後に生じた。条約ではフランスが主張する北元とスペインが主張する南元はリオロッホでなけて州川、レッド川であり、これが 成形100度の四五線まで続くものだった。これは、ジョン・メリッシュの1818 18年の地図にも記されていた。ところが、メリッシュ地図の100度四五線は、実際のそれより90マイルほど東にずれてり、またレッド側は100度四五線に達する50マイル東で、二股に分かれていた。テキサスは、二股の北側が境界だと主張し、米国は、二股の南側だと主張した。 1860年にテキサスはこの二股に挟まれた部分をクリア軍と命名して起立させた。この論争は1896年になって合衆国最高裁判所の判決で米国政府の主張が支持されオクラホマ巡州に編入されることになるまで続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。